どうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ナッツです。今回は先日、ホグワーツレガシーの新情報が少し出たので、ざっくりとご紹介していきます。ちなみに、ホグワーツレガシーがどんなゲームなのかっていうのは以前ご紹介しておりますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは、ホグワーツレガシーの新情報、一番でかいところで一部のプラットフォームで発売の延期が決定しました。PS5、Xbox シリーズ X、S、PC 版の発売日は変わりません。2月の10日で PC が2月の11日かな。延期になったのがまず PS4 版と Xbox One 版、その2つは4月4日の発売になりました。そして Nintendo Switch 版、これに関しては7月の25日発売になってます。で、デラックスエディション、これは2月の7日に3日間ぐらい先行で発売されるんですけど、これは変更ないと思うんですが、 PS4 版と Xbox One 版に関してはおそらく通常版の延期に伴ってデラックスエディションも延期になると思います。はい、という感じで発売日関連の新情報は以上になります。ではここからはゲーム自体の新情報もざっくりご紹介していきます。まず今ご覧いただいている映像で載っている放棄、これはお店で自分好みの見た目にカスタマイズができるみたいです。で、その店主と仲良くなることで見た目だけではなく性能のアップグレードもできるらしくて、例えば右下のここの黄色いメーター、今は低い位置を飛んでるので減少してないんですが、通常高度を上げるとこんな感じで減少していくらしいんですね。それをアップグレードすることによって高度を上げても問題なく飛べるようになったりするらしいです。まあ他にも速度アップとかありそうですけどね。で、これは以前から出ていた情報にはなるんですが、移動は放棄だけではなくてこんな感じでヒッポグリフに乗って移動することも可能です。放棄の方は加速が速いらしいんですけど、ヒッポグリフの方は地上を走ることもできるので、そのあたりで差別化できてるみたいですね。空中の移動だけだったら放棄の方が速いけど、ヒッポグリフの方は空中の移動もできて地上を馬みたいに走ることもできるっていう感じですかね。そしてこのゲームには季節があったり昼とか夜の時間があるんですけど、時間帯によって入手できるアイテムがあったり交流できる人がいたり、そういった要素もあるようです。では続いて戦闘面、バトルアリーナっていうものについて少し新しい情報が出ていたのでご紹介します。このゲームにはいろんな要素、いろんな場所があるんですけど、アリーナが2箇所あるらしくて、まあどちらも戦闘の練習にも使える場所なんですけど、ウェーブ制で敵と戦っていってクリアすると装飾品が手に入るっていう感じで、しっかり報酬もあるので純粋に報酬目的でプレイすることもできるんですが、闇の魔術のバトルアリーナっていう方では許されざる呪文を含む全ての闇の魔術も試しに使えるようです。本来であれば特にそういった禁忌の魔法みたいなものはストーリーを進めていって才能みたいなものと組み合わせてようやく使えるようになるらしいんですけど、闇の魔術のバトルアリーナでは本来習得できていないような魔法も含めて全て試しに使うことができるらしいです。で、戦闘中強力な魔法を使えばそれだけクールタイムは長いらしいんですけど、多分ここかな、もともと自分でセットしていた闇の魔法と通常の魔法を切り替えつつクールタイムとかを見ながらスキル回ししていく感覚になるのかなと思います。では続いて、以前このゲームをご紹介した時に少し触れた部分ではあるんですけど、ここが自分の拠点になる場所、必要の部屋という場所です。この部屋は空間を丸ごとほとんどのものを自由にカスタマイズ可能です。まあもちろんそれだけじゃなくて、戦闘中とかに使用する魔法薬とか植物を作ったり育てたりする場所でもあります。そしてゲームを進めて探索をしたり敵を倒したりするといろんな新しい装備が手に入ります。そういった装備にはいろいろ効果がついてるらしいんですが、ここではそのアップグレードや性能の改造とかができるらしいので、おそらく結構がっつりビルド組んだりできそうですね。手に入った装備品の中には効果がわからないものもあるらしくて、その鑑定もここ自分の拠点必要の部屋でできることになるので、かなり重要な場所になりそうですね。続いて魔法生物の飼育場、これも自分の拠点から向かいます。ここで飼育している動物に餌をあげたり撫でたりして好感度を上げることで魔法の材料とかをくれるらしいです。この空間も自分の拠点の一部みたいなものなんですが、さっきの必要の部屋同様にがっつりカスタマイズ可能です。はい、ということで新情報をざっくりご紹介させていただきました。もともと想像してた以上にかなり自由度が高くてできること多そうですね。こういった拠点関連だけではなくて、例えば装備の効果をいろいろ吟味して改造したり、装備集めはもちろん魔法もどう組み合わせてセットしていくのかっていうのを考えるのもすごい楽しそうです。今回の新しい映像とか新情報は YouTube のホグワーツレガシーの公式から34分ぐらいの動画でフルで見れますので、日本語字幕もついてますし、気になった方はぜひ一度そちらもチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。